韓国を訪れている経団連の十倉会長がユン・ソンニョル大統領と面会しました。韓国の大統領が経団連のトップと会うのは6年ぶりです。今日午後行われたユン大統領との面会の中で、十倉会長は経団連と韓国の経済団体との対話が3年ぶりに再開したことを報告しました。その上で政治の分野でも両国の関係改善が加速するよう求めたということです。昔のように日韓が交流が活発になることを本当に願っておられますし、強い決意というものというか熱意というか考えをお聞きしました。また韓国側が反発している日本の輸出管理強化について、十倉会長はユン大統領との面会では議論はなかったと明らかにした上で、韓国の貿易管理体制が改善したとして撤廃への期待感を示しました。